小泉京子に物申す。はい、どうも、トッサン TV トッサンでございます。今日はね、小泉京子、通称キョンキョンだね、キョンキョンがなんと日本共産党機関紙である赤旗の一面に出て政府批判をするということがありましたので、これについて物申したいと思います。まずはね、小泉京子、通称キョンキョンですけれども、1980年代をの日本を席巻したスーパーアイドルですね。歌の方でもですね、数々の賞、もう書ききれないぐらいの賞を受賞してますし、その後女優に転向してもですね、日本アカデミー賞で主演女優賞と助演女優賞を同じ年に取るというですね、すさまじい快挙も成し遂げて、紅白出場も5年連続5回と、特別出演入れると6回ですけれども、まあ輝かしい業績を残されている、キョンキョンですけれども、この旅はね、ちょっとやってくれたねという感じでございます。でね、ちょっとキョンキョンの話を少し続けますけれども、キョンキョンね、まあ皆さん知ってるのはなんて言ったってアイドルだと思うんですけれども、その前から、数々の歌をヒットさせてます。もう十何週連続1位みたいな曲がいっぱいあるわけ、ブワーッとね。で、もう若い頃から成功して、年齢、アイドルを卒業してね、年齢重ねていっても、ドラマに出て、映画に出てっていうことで、火の打ちどころがないような活躍をしてきたわけですけれども、実は幼少時代ですね、非常に苦労していて、お父さんの仕事がうまくいかなくてですね、幼少期にして夜逃げを経験すると、またそういった事情があって、3人兄弟の末っ子だけれども、別々で暮らしてね、お父さんと2人で暮らしてっていうような、そういう耐え忍ぶ幼少期っていうのを送ってます。で、そこを耐えて耐えてね、芸能界というところでバンと輝いて、スポットライトを浴びて、みんなにバンバン夢を与えていった、こんな女性でございます。でね、キョンキョンが、これ今が何年ぐらい前なのかな、豊原浩介さんと50を超えて不倫報道がありました。で、これね、一部のファンの人からはね、まあ幻滅したとか、そのイメージを崩されたとか、そういった声もあるかもしれないけれども、今までほんと完璧に歩んできた。夜の街に行ってね、こう派手にさ、クラブとかそういうところで派手に遊ぶかというか、こんなこと全然ないわけ。小さい頃にそうお金のことで苦労したことでね、私生活っていうのはずーっと地味だった。無駄遣いも全然しない、何か贅沢をするってことも全然ない、地味な私生活を送ってきて、週刊誌にすっぱ抜かれることも全然なくて、俺が50超えてやっと芸能人らしいというかね、ダメな一面が出てきたわけよ。ダメそうな男じゃない、豊原浩介って。記者会見とかももうダメそうでしょ、全然シャキッとしない。で、あれを支えていこうって言うんだから、小泉京子もダメだなって思った人いるかもしれない。でもそんな人間的な一面を50を超えて見せてくれた。いつまで経ってもやっぱりね、なんだかんだでエンターテインメントな人で、みんなに注目される人、それは小泉京子なわけです。今俺物申したいんだからね、褒めてないよ、物申したいんだからね。で、片やね、新聞の赤旗ですよ。これはね、戦前石器新聞っていうところは、1928年に石器新聞の赤い旗と書いて石器ね、石器新聞っていうところから始まった頃、数えればもう創刊92年よ、もうすぐ100年に、手が届こうかというぐらいの、非常に長い歴史のある、由緒のある新聞でございます。で、1945年再発刊いたしまして、名前を赤旗と変えて、そこからですね、再発刊1号から、それでも75年の歴史があるわけ。で、この赤旗って新聞はね、そんな朝日とか読売とかね、毎日とか、そんな大手新聞ではないから、財政的には逼迫してる。それでも1975年に展示新聞を出してね、目が見えない人のためにも情報を届けていこうということで、展示新聞を発刊するといった、非常にですね、人間としてのハードのこもった新聞なわけですよ。しかもこの新聞っていうのは、日本共産党の党員が無償で、中小企業の社長とかもいっぱいいるよ、それが無償でね、朝早起きして購読者のところを配って歩いてる。そうやってみんなのね、党員のみんなの一般市民の汗の上に積み重なった歴史を持つ由緒ある新聞であるということ。この新聞に小泉京子が、一面で登場したということで、何を物申したいかってこと。この新聞の中で小泉京子さんはね、いやいや、小泉京子さん、だいぶね、俺より年上なんですよ。小泉京子さん、俺体育会系なんでね、どうしても予備選するのにはね、抵抗があるんでね、だけどね、今日は物申すっていうことなんで、
あえてここはね、小泉今日子とい、うん、きょんきょん。いや、もう、きょんきょん姉さん。きょんきょん姉さんね。日本はね、芸能に対して優しくないと。確かにね、欧米に比べて、日本人のね、演劇とか音楽とか芸術関係に、生活費を支出する割合っていうのは極端に低い。多分3分の1ぐらいだと思う。極端に低い。先進国の中でダントツドビぐらいだよ。確かにそう。でね、でも引き合いに、韓国を出してきた。韓国っていうのは国策で、韓国のそういう芸能コンテンツっていうのを支援をして、海外にどんどん発信をしている。ところが、その大元なるようなね、お金の出所どこあって言ったのね、これカジノなんですよ。韓国にはね、今ね、15、6ぐらいカジノがある。そのカジノから基金に、売り上げの一部を基金に拠出して、その基金から芸能活動をしている、K-POP とかそういうところにお金がバーッと出るわけ。カジノありきなんだよ。で、観光、韓国で別に観光力が強くないから、もともとは。だから、でも、観光立国にしていこうということで、人を誘致するためにカジノをまずどんどん作るわけ。で、そこに外国人が来るよね。中国にもカジノやし、まあ、マカオはあるけど、中国に、本土にはカジノやし、台湾はギャンブル禁止だし。で、中国は、本土から出て、海の上に浮かんだらカジノ OK よって国なんで、マカオにはあると。で、東南アジアは結構あるよね。で、そこの東アジアのカジノっていう弱いところに韓国がドンと投資したわけ。で、お客さんを呼ぶ、お金ができる、そのお金を K-POP とか、そういうドラマとかに投じて、海外にバンバン配って、宣伝料とかも出して、補助してあげるっていうことで、韓国の芸能っていうのは外に出ていったわけ。で、その韓国が日本をもう追い越して、日本も本気になったらできるはずですって言うけれども、日本もね、2018年にね、カジノはね、もう合法になってるわけ。で、これからどこに建てるかって今選定してるんだけど、俺は横浜に住んでるから、横浜に建てられるのはちょっと考えるところがあるけれども、それでもね、今韓国にカジノがある。で、中国のマカオ、島だね、ここにもカジノがある。で、台湾は今のところ非合法だけれども、東南アジアにもカジノがあるってなった時に、観光客を呼び込むね、ツールとして日本が弱くなったら、せっかく日本のいい、文化とかそういうところを伝えるためにカジノがないことだけで日本が弱体化してるとまずいっていうことで、日本もカジノを設置して対抗していこうというような対策を取ってる。だからもうやってんだよね。もうやってんのよ。ところが、日本共産党はガチガチのカジノ反対ですよ。それを新聞赤旗の一面で、カジノありきの韓国の政策をベタ褒めして、日本も本気になればできるはずって言ったら、新聞と首長が喧嘩しちゃってんの。キョンキョンわかる？キョンキョン姉さん。わかる？で、これからね、キョンキョン姉さん多分ね、政治について、発言が増えていくと思う。もう結構増えてるし。で、どんどんしてほしい、俺は。キョンキョン姉さんにもっと輝いてほしいんだよ。80年代。俺はキョンキョン世代だから。キョンキョン姉さんに輝いてもらうためにはどんどん発言していってほしいんだけども、アメリカの、芸能人みたいにね、反政府、反権力、反体制みたいな感じで、ポピュリズムに走ってね、とにかく批判して、左みたいなこと言ってればいいみたいな感じのやつはね、やめてほしい。それだけはね、キョンキョンにはしてほしくない。政治ってやっぱ是々非々だからさ、ちゃんとね、そこのところを深く勉強する必要はないけれども、表面的な部分だけでもやっぱり広く浅く、勉強した上でね、キョンキョンらしい、なんかこう堅実なね、こうリアリズムのあるこう発言をしていってほしいと思うわけです。なんでね、今回に関しては、まあ、キョンキョンに物申すということで、キョンキョン姉さんに物申したわけですけれども、これからも頑張ってほしい。